た用があって、友人のところまでお出かけするんですけども、たっぷり鉄分含んでそう。あんまりと。そんなわけで、友人のところに行って廃油をもらってきました。エンジンオイルですね。エンジンオイルの古いやつを、たっぷりもらってきたんですよ。で、何をするかというと、今ね、この階段にたっぷりとそのエンジンオイルを塗りまして、今こっちのねボードウォークの方も今ここまで塗ってるんですけど、というのがですね、この間ここでスーパーカブのエンジンオイルを交換してたんですよ。でその時にちょっと廃油がここのボードウォークのところにこぼれてですね、でこぼれたんですけど、あれこれもしかしてこのカサカサになった板が結構しっとりさせるのにいいんじゃないかなと思って、いろいろねこういう外の木材を腐らないようにする塗料っていうのはたくさんあるんですけど、クレオソートとかね。でね、そういうのはね結構高いんですよね。前はね買ってたんですよ。で一斗缶でね、一斗って何リットル ?18 リットルかな?一升が 1.8 リットルで、一斗は10升だから18リットルですね。18リットルでね、8000円か9000円ぐらいするんですよね。もっとしたかな。で、そろそろね、ここの、バルコニーとかこの階段とかそれを塗らなきゃなと思ってたんですけど、ちょっとどうしようかなって、ちょっと貧乏マインドでね、防腐剤防腐塗料クレオソート高いなと思ってたところ、これエンジンオイルでいいんじゃないかと思って、で今塗ってるんですけど、やっぱりクレオソートみたいにどんどん浸透していく感じではないんですよね。で、多分
ちょっと乾かずに割と残ってる感じだとは思うんですけど、まあでも十分この外で使う分にはね、防腐の役割を果たしてくれるんじゃないかなと。まあ水は弾いてくれるんでね、だからこういうとこにはちょうどいいかもしれないですね。このポーチの床とかはね、あんまりやらない方がいいかな。靴の裏が結構汚れちゃいそうだし、あとね、結構匂いがね、やっぱりね、今塗ってる最中、今もそうですけど、結構ね、油臭いですね。これ、まあ何日かしたら匂いは収まると思うんですけど、まあそれはクレオソートも同じなので、ただね、なんせただなのでエンジンオイルは、これでちょっとしばらく様子見てみようかなと。これがいい感じだったら続けようと思います。で、その友達っていうのが例の青いドラム缶をくれた車の整備工場の友人なんですけど、廃油もらえるやつないって聞いたら、腐るほどあるって言うんでもらいに行ったんですけど、で普段ってそういうエンジンオイルってどうやって処分してるのって聞いたら、なんか近くのクリーニング屋さんが回収に来てくれるらしいんですよ。で、クリーニング屋さんがボイラーを使いますよね、クリーニング屋さんって。で、そのボイラーの燃料になるらしいんですよ、この廃油が。で、で、そのクリーニング屋さんっていうのは、そういういろんな近所の整備工場だったりガソリンスタンドに何かタンクを置いてくれるらしいんですよね、クリーニング屋さんが回収しやすいように。タンク、そこのタンクに廃油を入れとくと、クリーニング屋さんが来て回収してくれて、まあ、回収っていうかちょっと、まあそんな高い値段ではないですけど、買い取ってくれるらしいんですよ。なんかね、そういうのを全然知らなくて、そういうふうにうまいことを回ってるんだなぁと感心しました。今日朝から2時間ぐらいこれを塗ってたらね、ちょっと匂いで気持ち悪くなりそうだったので、今ちょっと休憩してるんですけど、気持ち悪くなってからだとね、回復に時間がかかるから、気持ち悪くなりそうだなと思ったらもうやめると。これはね、ここで作業するようになってから得た知識ですね。疲れてから休憩するんじゃなくて、疲れそうになったら休憩する、それが回復を早めるコツです。ちょっとね、乾くというか、その上を歩けるようになるまで時間がかかりそうなので、2、3日かかりそうなので、あっちのバルコニーとかはちょっとここの様子を見てから塗ることにします。あそこもね、だいぶね、もう剥がれてるんですよね、防腐剤が。よくあそこの新しく作り直した手すりにも塗ったんですよ。触るとベタベタしちゃうんですけど、あの手すりに触ることはあんまりないので。ボードウォークの方の油は結構染み込んできましたね。どんな感じだろう、ちょっと触ってみようかな。こんな感じになってます、ね、なんか触っても一応手にはもうつかないですね。これは大丈夫っぽいですね。これで、この階段もね、結構見た目も良くなりましたね。ずっともうカサカサだったんでね。こっちの
ちのパレットの階段もね結構カッサカサなんで、こっちにも塗って、こっちのここのフロアにも塗って大丈夫っぽいです。匂いもねもうだいぶ塗ってすぐはね結構きつい油の匂いだったんですけど、うん、大丈夫っぽいですね。こっちのポーチの床もこれでいけるかもしれない、うん、なんせただなんでねなんかねお金をかけようと思えばねいくらでもかけられるじゃないですか。でもねなんかこういうパレットの材料とかね、こういうエンジンオイルの廃棄するやつとかね、こういうのがなんか利用できるとちょっと楽しいですよね。そんなわけで、まあ、この週末はこれをやる感じかな。だいぶなんかこっちはねだいぶ暑さも和らいできました。なんかセミが最後の力を振り絞って鳴いてる感じですね。多分来週あたりはセミよりも秋のスズムシとかそういうのの声の方が大きくなるんじゃないかな、うん、じゃあ皆さんも良い週末をお過ごしください。また来週。